はい、皆さんこんばんは。バズフィードがお送りするトーク番組週刊やしろあずきのシーズン2の時間がやってまいりました。ですね、この週刊やしろあずき、インターネットならではの狭く深くをテーマにしたトーク番組となっております。さあ、シーズン2第3話ということでね、前回のゲスト道重さゆみさんという、豪華ゲストだったんですけれども、今回もゲスト大変素晴らしい方に来ていただいておりますね。僕がずっと映ってても意味がないんで、早速ゲストの方お呼びしたいと思います。今回は、声優の金田智子さんに来ていただきました。元気、はい、いやもう楽しみですねいやちょっと今日ね、どんなものかっていうのを後で説明していくんで、うん、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけでシーズン2はですね、はい、こんな方々に来てもらいますということで、第3話今回は声優の金田智子さん、うん、ということで、はい、第4話女優の松本まりかさん、うん、第5話はクイズ王の伊沢拓司さん、うん、第6話は、大人の事情でシークレットとなってまして、うん、第7話声優のね、碇シンジ君とやってる尾形めぐみさん、はい、同じ事務所でしたっけ。違います。でも先輩です。先輩、大先輩です。大先輩ですよね、はい、大先輩で、第8話は、こちらもシークレットとなっております、はい、ということで、もうめちゃくちゃいろんなね、ジャンルの人が来てくれるんで、はい、これからも、はい、なんか今日なんかいっぱい遊んで帰れるということで、あの楽しみ。今日は本当に遊びに来たと思ってください。いやー、遊びに来ました。もう仕事とかじゃなくてということで、はいはい、でこちらで放送はペリスコープでやってるんですけど、うん、見てる方、画面をタップしたらハートが出てきますと、はい、でスクショ撮ったらカメラマークも出ますと、ぜひ楽しみに、試してみてくださいというところで、ハッシュタグ週刊やしろあずきでね、ツイートしていただけると感想など僕も拾えますんで、よろしくお願いします、はい、また金田さんに聞いてみたいこととかね、はい、あったら、ハッシュタグつけてツイートしてください。多分このテンションにずっと答えてくれるんで、はい、皆さんよろしくお願いします。はい、はい、そして、うん、週刊やしろあずき、ハッシュタグ週刊やしろあずきつけてツイートしてくれた方から3名の方に、うん、なんとプレゼントがもらえます。この詳細も番組の最後に、言いますので、そのまでお待ちください、はい、最後まで見てくださいっていうことです、はい。でもちろんコメントも見てますので、何かあればコメントガンガンしてください、はい、ということで、はい、金田さん、やろやろ、今日何するか知ってますか。いやなんかゲームするって聞いたんですよ。知ってんじゃんそう、ゲームするんでしょ。そう、ゲームする、ゲームするしか聞いてないんですよ。どう、ま、遊ぶってあれなんですよ、事前情報がなくて、ない僕のことを知らないんですよね。そうです、マジで知らないですよね。マジで知らないです。マジで知らないで、まあ、もうブロックしてもらってたんですよ。情報を全部ブロックしてもらって、僕に関する、はい、もうただ今日来ただけっていう感じで、ただ来ただけっていう感じです。なので今回はゲームをいろいろした中で、はい、僕が結局何の仕事してる、何の人なのか、はい、っていうのを当ててもらおうかなと思って。なるほど、そういうゲームを行おうと。ゲームをしながら何をしてる方か当てるってやつですか。もちろんそうです。わかりました。だからもう本当にこのスタジオ中に今ヒントが結構あって、そうだからこれだから工事現場とか関係するんですかって思ったんですけど、違うんですか。まあ、こういうところも、ちなみにあの僕らは途中で正解を言われても正解とは言えないんで、番組の最後で言います。はい、で絶対当てます。正解したら、もちろん正解したらおめでとうで終わりじゃあっていうわけにはいかないんで、豪華プレゼントが、はい、あります。なんだろう、これもうね、放送始まる前からみんなでもう、そう、生きてるもんだとかなんだとか言ってましたけど、なにこれも今見るんですか。まだ見れない、まだ見れない。触るのもちょっとあれなんですよね。触らない、はい、結構大きめの袋がね、 そこにあって、はい、いや結構豪華っぽいですよね。あの割と本当に好きなもの、マジで本当に頑張ってちょっと取って帰りたい。そう、娘さんにね、俺らも持って帰ってもらいたいんで。本当ですか、はい、じゃあもう娘のために頑張ります。ちなみに不正解だと罰ゲームもあります。なるほど、罰ゲームして帰るか、正解してもう娘にね、もういいもん持って帰るかっていうところですよ。私最近 YouTube 始めたんですけど、はい、最後、はい、今アップされてるのが焼きそばを、はいはい、大盛りの焼きそば、はい、8個分を食べるっていう、めちゃくちゃハードなこと言ってますね。そうね、やったんですけどYouTuber っぽいな。そうなんです、最後、はい、娘の動画を見ながら、はい、頑張るって言って食べれたんですよ。あ、もう娘の力をもらいながらね。そうだから、はいはいはい、だから今日も頑張りたいと思います。娘さんの動画とかないんですか。大丈夫ですか。あ、あります。さっき見てましたさっき見て、ちゃんと始まる前に見てたんですね。見てました。じゃあ娘さんの力もあるってことでね。そうです、だから娘のためにこうちゃんと喜ぶものを持って帰りたい。ちゃんと娘さんのあれがありますもん。娘さんが喜ぶものがありますからね。そう、もう絶対頑張る。もうよろしくお願いします、はい、じゃあというわけで、じゃあゲームやっていきますか、はい、ね。やあ、コメントも結構来てて、あ、ほら、金田さんの服装好きですとか、ありがとうございます、はい、これ好き、私も。工事現場って言ってた。工事現場、まあ、みんなこれ見てね。そう、工事現場っぽくない、はい、これ何に違うの。あとアイスとか食べるとき、あ、アイス、あ、中にね、これ何、あ、アイス、アイス、まあ、誰も答えてくれないからね誰も答え、まあ冷たいみんなね。そうそう、はい、ということなんで、じゃあゲームしていきますか。はい、でもね、ま、今までの会話の中でも、うん、割とヒントは出てます、ね、ヒントあんの。あります。え、あった、実はあります、はい、ありました。ただやっぱりノーヒントだと難しいんで、そう、結構ゲームいっぱいしたんで、まず最初のゲームやっていきたいと思います。まず最初のゲームは、うん、今出してきますね。何ですか。はい、持ってきた。
まあ袋があるわけですよ。袋。待って、袋。これ中に生き物とかは入ってないです。あれ、はい、袋とか。これ引くのは僕が引くんでしたっけ？あ、二人で、はい。で、この中に、まあ、情報がいろいろ入ってるんですよね。で、これを引いてもらって、その中にある情報について、うん、ちょっとまあトークをして、まあ、その中の情報自体がヒントかもしれないし、そのトークの中でヒントが生まれるかもしれないしっていう感じなんで、うん、じゃあ引いていきますか。いいよ。先に引きます。引く。わかりました。じゃーん。これ。二枚引いた。二枚引いた。じゃあ一枚、はい。好きな寿司ネタ。好きな寿司ネタ。いやー、はい、寿司だ。寿司好きなんですか？大好き。 何好きですか一番？ね、ウニでしょ、イクラでしょ、はい、だから一番好きなのは何ですか？どうしよう、ウニとイクラで迷うね。迷います。でもね、はい、もうイクラはね、本当に、うん、ウニも大好き、はい、で、イクラなんに関しては、うん、もう大事に思いすぎて、うん、イクラを、うん、その丸い玉で飲み込まない。飲み込むとただの玉になっちゃうじゃん。ああ、だから中潰して、うん、プチュっていう中の味を楽しむ。あ、それは分かる分かる。だから、はい、一個もその飲み込むことなく、うん、前までこうやって、うん、もんもんもんって食べてからじゃないと飲み込まない。ここで壁を作って一つずつ潰しながら食べるんですね。ちょっとそれは分かるな。そう、それくらい好きです。じゃあもうイクラが一番いい感じ。まあイクラ、ウニ、ウニ、イクラ、ウニ、イクラ、もう同じ。ウニ、イクラ、ウニ、イクラ、グリグリグリ、わーってぐらい。今どっちが勝ったんですか？今どっちが、今のバーでどっちが勝ったんですか？どっちが勝ったんだろう。どっちも勝っちゃったぐらい。僕は縁側なんですよ。あ、縁側、美味しくないですか？縁側、カレーのやつ。そう、炙りとどっち？ね、普通の方が好きかもしれないです。あ、なるほどね。割とあのコリコリした食感が僕好きなんで。コリ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 、いいですね。っていう今の会話の中にヒント出てます。ね。反応？ほら、もう話してるだけじゃダメですよ。そのヒントが含まれてるんですよ、実は。今、寿司にありました？いや、もう寿司だけ、寿司かどうかは限りないです。あ、分かった。割と、分かった！はい。割と稼いでるな。なんで？だって寿司食べれんだよ。いや、みんな食うわ、寿司は。あ、そうか。縁側？縁側でやる仕事。うん、おってる。あの、なんか誰も、まあ、言わないんですけど ね、まだね。というわけで、じゃあ僕次に引いていいですか？縁側かな、はい、ヒント、うん、はい、引きます、はい、引きます、せーの。お、なんか割と真面目な。何？あなたにとって仕事とは？あー、仕事、はい、いやでも楽しい。仕事、仕事楽しいですよね。楽しい、はい、なんかいろいろ挑戦できるのが楽しい。あ、やっぱでもいろんなジャンルのことやるじゃないですか。もちろんドッキリもそうだし、そう、今 YouTube もやれてますよね。そうそうそう、だから本当は新しいこととかいっぱいできて。そう、仕事はじゃあもう大好き。大好き。だから私、あの YouTube 始めたのも、はい、いろんなことに挑戦したいから始めたんですよ、はいはいはい、だからこうそれなんかマラソンもやってるし、うんうんうん、なんかもういろいろやりたいからもう、うん、その始めてる。いろいろやる。新しいことどんどんできるんじゃない。仕事ってなんか、うんうん、いろいろあるから、はいはい、なんかここからここまで、まあ、仕事ってね、仕事ですもんね。そうそう、くくりがないですよね。そうそう、くくりないから楽しいですね、うん、ですよね。どうですか？いや、やっぱりそうだと思います。ですよね。どうしたんですか、急に入ってこられて。さあ、どうしたんですか。いや、あのさりげなく入ってこられて、ちょっと忘れたんですけど、はい、やっぱり金田さん一人じゃ僕と戦うには結構情報量が少ないってことで、多分お会いしたこともあるかもしれないですけど、すごい有名な、あのなんかもしれないですね、まあ、すごい世界で活躍されてる知識人、うん、歩くウィキペディアって呼ばれてるぐらいの情報量を持ってる方なんですけど、そう、彼のブレインを使ってもらって。ブレインって何ですか？脳みそです。脳みそ。もう彼はだから脳みそ、もう一つの脳みそだと思って。私の味方ですか？そう、味方です。あ、もうそうです。よかったよかった。今日わざわざね、ロサンゼルスからでしたっけ、そこら辺から来てもらって、まあ、2日ぐらいかかりましたね。あ、2日ですか？そんなに。あ、船か。船？あ、飛行機乗れないんで。飛行機乗れないんですか？そうなんですよ、はい、って言ってもらったんで、もう自由に使ってください。もう何でもしてます。宇宙の起源とかしてます。頭いいじゃないですか。めっちゃ頭いいと思います、というわけで、じゃあ、はい、いい、うん、待って、ちょっとどんどんさ、どんどんこれ引いていく、引いていかないと情報を引いてしまった。次なんですか？好きな場所。好きな場所、うん、どうですか好きな場所。まあでも結構広いとこが好きですよね。あ、まあ確かに確かに。え、それは誰が、まあ僕、うん、あ、代わりに答えてるんですか？味方、味方です。アドバイス、アドバイス、アドバイス。広いとこが好き、うん、広いところだと思いますね。まあ仕事上確かに広い方が必要ですよね。広いところが、広いところで仕事すんの？いや、開放感がやっぱ必要じゃないですか、休憩とかにね。休憩。ちなみになんか好きな場所ってどこですか？トイレはやっぱり好きよね。なんかトイレね、トイレは好きよ、はいはい、なんか落ち着くからですか、やっぱ自分一人のパーソナルスペースというか。そういうところ、なんだろう、やっぱりと、なんだろう、達成感が半端ないっていうか。ああ、終わった後のね、達成感がね。そっちなんですね。トイレ好き、トイレ好き。じゃあ限界まで我慢してトイレに行くのが好きってことですか？私結構限界まで我慢しちゃうかもしれないですね。なんかこう、それで幸せをまず感じたいなら、うん、ギリギリまでトイレ我慢して、うん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 、トイレ行って、うん、間に合った時、うん、誰でも幸せを感じると思う。確かにそれはわかる。わかる、よかったみたいな。
やっぱだからそういうのは大事だと思いますね、はい、コメントで服可愛いってコメントがめっちゃありがとうございます。超褒められてる。よくこれでね一人で遊んでたりする。一人で遊んでるんですね。で娘とかが入れた、はい、あ、そっかそっか、喋れるみたいになるんですね。それが喋れるよ喋れるよって。ちゃんとキャラいる設定あるんですか。キャラ設定あるんですか。ないです、ないです。その場の自由、自由なやつですね。そうです、そうです、全然ないです。トイレで言うと僕の仕事も結構我慢しちゃうこと多いです、ね、まあ我慢はしがちですよね。無理なんですよ、うん、もういやもうこれ今ダメだ。でも開放感は結構いい感じなんですか。本当にできるんで、どこでも。え、どこでもできる。ある種ね。だってね、仕事が、いや仕事もどこでもできるし、おしっこもどこでもできる。まあ確かに、うん、トイレはどこでもできる。できる、できる。割とどこでもできます。割と広くなくてもいいかもしれない、まあ、トイレ関係なくてもできますよね。確かに、うん、え、でも私も走りながら全然しますよ。よくないよそれは。それはダメなやつ。あれなんだろう。じゃあ次いきますね。はい、謎だ。次、はい、なになに、どうでもいいのこれ。 目玉焼きに何をかける系。あー私、はい、私割とそのままで食べちゃう。私プレプレン、はい、私あんまりわかんないんですよ。味付けってどこで終わらせたらいいかわかんないんですよ。あ、自分で作る時ってことですよね。自分で作る時、はいはいはい、そうだから、うん、別にそのままで大丈夫、うん、味付けなくて。あ、なるほど。なんでも炒め物も。じゃあもう別に醤油とかかけなくてもいいんですよね。かけなくても全然卵で、卵って感じです。アブダビさんどうですか。僕でしたっけ。僕のこれアブダビさんです。僕アブダビさんなんですけども、アブダビさん、アブダビさん、アブダビさんはもう職業に関する。でも結構あ、このあ何が欲しいか当てたら、うん、卵焼きに何が必要か当てたら、うん、いいヒントだと思います。あ、まあ、当たったら確かにそうですよね。ソース。いや。違う。いや、分かってますよね。何だろう。醤油。まあ醤油ですね。まあ醤油、まあ、正解正解。まあ醤油ですよね。まあ醤油です。まあ醤油なんですよ。醤油は関係する？はい、あ、確かにするわ。回り回ってしますよね。ね、え、回り回って。必要ですもんね。必要です。醤油が必要なんですか？醤油必要です。醤油必要なの。どうぞ。え、なになに、醤油がどこでもおしっこできる、うん、どこでもおしっこできるし、醤油が必要、うん、無人島に一つ持っていけるとしたら、あー、なんだろうな、一つ持っていけるとしたら、何がいいですか。もう 何でもいいですよ、もう一つだけ、一つだけ持っていけるとしたら、うん、いや、なんだろうな、一つでしょ。でも私別に何もいらないかもしんない。自分だけあればいい。自分だけあればいいかも。生き残れます、それで。生き残れる。 あ、でもあれ、人間ってなんか塩さえあれば生きていけるって聞いたんですよ。そうなんですか。まあちょっと取りすぎると死にますよ、ね、そうなの。あ、そこそこそこ。私コストコで10キロぐらい買っちゃったんですよ。そんなに、うん、塩だけあれば生きていける。その情報を見てですか。塩だけ。そうそうそう。あ、塩だけ。あ、腐らないでしょ、なんか塩。あ、まあ塩はそうですね、その限界ないですよね、うんうん、僕はでも無人と思って、うん、あ、釣り竿はないとやばいかもしれない。釣り竿、え、それ仕事柄？釣り竿ないとやばいですね。まあ仕事柄も必要ですね。うん、必要。え、必要なの？今ちょっと言い過ぎちゃったかな。え、待って待って、仕事柄？俺今自分から言っちゃいましたから、ね。言い過ぎたかもしれない。仕事柄？やばいな。あ、え、魚？魚？え？人間ではない。魚、職業魚。人間ではない。化けて出てきた。いや、まあでも僕はそれはちょっとあんまり。言えない。まあ、こじゃ言えないですかね。そうですね。でも、まあ、釣り竿は確かに必要ですよね。なんで、うんうんうん、釣りするの、釣りするの、まあ、必要ですね。アブナビさんは結構世界中でね。僕は結構いろんなビーチで釣ってきました。ビーチで、はい、釣るの、釣りお仕事、まあ、仕事は言えないですけどね。そう、仕事は言えない。でもお寿司もそこに繋がってきますよね、はい、確かに。あ、そうだ、ちなみにあと醤油。あ、ちなみにコメントでもヒントあげていいです。見てる人たちもコメントで答えはダメですよ、うん、答えダメ。僕の職業が分かるコメントをくれれば、ヒントくれれば僕が金田さんに伝えますんで、皆さんお願いします。釣り、はい、釣りですか。釣りお仕事。さあ次行きましょうか。なんかこれだけ何が関係あるの。釣りは。さあじゃあ次行きましょうね。はい、うん、僕の、まあ、じゃあ僕いいですか。次、はい、もうどっちでもいい。もうヒントがくれば、まあ、ヒントがくればね、うんうん、勝ちたいわけですからね。そう、今ね、勝ちたい。座右の銘なんだろう、はい、何でしょうか。私はチェセラセラ終了です。はい、え、じゃあどんな意味？なんかなんとか出る出るみたいな、イエーイ。そのポジティブな感じを出せるんですね。お母さんがよく言ってたんでね。お母さん愉快ですね。うん、そうそうそう。なんですか？じゃあ僕は近いところあるし、うん、職業にも関係あると思いますね。確かにあるかもしれない。僕は寝たい時に寝る。寝たい時に寝る、うん、もうストレスをためない、うん、だからもう本当頑張んなきゃいけない、うん、今日寝ちゃダメだっていうのは やめずに心が寝たいと思ったらその場で寝るっていう。そう、これがなかったら多分もう職業として成り立たない。成り立たない、うん、成り立たないですね。
そう。待って、でもさ、海に関係あるんじゃない、おしっこどこでもできるんでしょ。いや、今のリアクション。いや、すいません、ごめんなさい。え、なに、どっちがわかんない。え、なになに、もうみんなシートしちゃうからわかんないよね。まあ、ここで変なリアクションしたらバレちゃうかもしれないですからね。はい、どうぞ。ちょっと、行こう。どんどん行こう。いや、いいですね。テンポいい、テンポいい。すごいなんか、どんどん導き出してるな、答えを。本当に。はい。あ、2枚引いちゃう。はい、はい、どうぞ。はい。好きな魚。お。あれ。なんですか。私好きな魚なんだな。もう生きてる魚。寿司ネタとかじゃなくて生きてる魚。ああ、私もね、魚触れないんですよね。ああ、そうですね。そうなの。はい、じゃあなんか見た目とかでもいいですし、なんかそういう。ね、イカ、イカはすごい好き。イカ全部食べれる。あ、イカ全部食べれる、確かに。イカ全部食べる。イカピーって登ってるところと、うん、目のところと、うん、くちばしのところ以外全部食べる。あ、そうか、目食えないですもんね、イカね。うんうん、そうなんですね。そうね、多分ね。あ、ウィキペディアも知らないことあって、乗ってないことあって。ちなみに僕乗ってなかった。僕はミノカサゴが好きです。ミノカサゴ？知ってます。毒があるやつ。めっちゃトゲトゲのやつ。え、それが好きなの？いや、好きなんですよ。なんで好きなの？かっこいいから。待って、ちょっと待って。お、何を見てる？魚好きでしょ、結構。だってそんな魚知らないもん、普通。詳しい。詳しいな。そこの詳しいな。ちなみに今コメントを見るとヒントが、三角コーン。三角コーン？できてます。何、三角コーンって何ですか。三角コーンって何使うんですか。でも、うん、いろいろ使いますよね。容器になったりするし、うん、まあまあこうひっくり返してね。そうそうそう、これでこうやったりできますからね。武器にもなる。まあ殴ったり武器にもなる。武器にもこうやったり。これで魚釣るんじゃない。あと黒歴史って言ってみる。黒歴史ヒント。黒歴史ってなんかまあ恥ずかしい歴史みたいな。昔中学時代の恥ずかしい歴史とか。それが何、まあヒントになってる。ヒントになりますね。僕中学時代はなんか黒い服装に憧れてて、うん、あの100均の鎖とかを体上に巻きつけたんですよ。鎖を、はい、それが黒歴史がヒントなんですか。そう。え、魚、え、巻き、え、なんだろう、巻きつけてた。よし、うまく混乱させましたね。なんだろう、どうぞ。難しい、もう引こう引こう。いや、まあ難しい、これみんなは分かってんの。まあここのみんなはスタッフは分かってる。あ、で見てる人も分かってます。自分を魚に例えない。ねえねえ、魚が多いんだけど。引きがいいな、引きが。ねえ、魚絶対魚に関係あるでしょ。魚に関係ある職業だよ、絶対。誰も喋らない。あれじゃね、ゆったりたっぷりのんびりってやってた人。やってない。出てる側。出てる側ではない。出てる側じゃない。ちなみに自分を魚に例えると、何だと思います。なんだろうな、私なんだろう。魚、私あんま魚は分かんないんだけど、うん、でも、あ、タコとか。あ、タコ。結構そのイカとかタコ系が好きなんですね、とにかくね。タコ、イカとかタコ系好き。はいはいはい、なんでタコっぽいんですか。なんとなくこう、あ、よくね、うん、あ、違う、フグだな。私、小さい頃、はいはい、風船猫の本を買って、はいはい、膨れるからって言って、親に風船猫の本を読、うん、よく読まされて、読まされたんだ。だからフグって膨れてるから、はいはいはい、プーちゃんですよね。だから、うん、風船猫かもしれない。うん、僕はどう思います。まあでも、フグに近いかもしれないですね。え、なんで近い、職業は。職業は職業、あ、好きな魚じゃないか。そう。でも、魚当てるとでも結構もう、確信ついちゃうから。確信ついちゃう、フグ、え、でも職業がフグに近いんですか。フグに近いかもしれない。まあ、ちょっと近いか。膨れるときは膨れますから、ね。ああ、うまい。さすがウィキペディア。え、なに、膨れるときは膨れる。なになに、膨れるときは膨れるって何、まあ、確かに結構、なんかうまくいかない、うまくなってく感じ、ね、いやだからうまくいかない時とか、やっててうまくいかない時に、結構、うーん、あー、そういう時は逆に絞むかもしれないですね。そう。え、自分が、自分が絞むことできるんですか。あのね、そんな軟体生物じゃないんですけど、あの精神的に、精神的に仕事してて、やってて、うまくいかない、うまく出てこないな、出てこないな、出てこない、出てこない、これねじり出せねえなって思ったら、ちょっともう、ガーってなる。魚、魚くんの親戚。仕事になるんですか。仕事じゃないか。魚くんの親戚が仕事で俺なりたいな。でも魚が多いんだよな。さあどうぞ。はい、引こう引こう。どんどん引けば引こうだ、ヒントになるからね。引けば引こうといいですよ。もう数の勝負です、これは。そうだよね。よし。どうですか。海派、山派、海でしょ。と見せかけて、実は山。山？実は山。職業も山？職業に関しては答えられないけど、海か山かっていうと、やっぱ山の方がちょっとね、そう。あ、コメントのヒント、今すげえいいコメントありました。なに、ネタが大事、うん、すごい、このヒントすごいでかい。多分今まで出た中で一番でかいヒントです。ネタが大事、ネタが大事、このヒントいいですね。ネタ、うん、ネタが大事。そう、みんなコメントの皆さんのね、ヒントも結構重要ですからね。なんかネタが必要ってこと。ネタって何、ネタって何ですか。答えたらまずいですよね。まずい、うん、まあ、寿司に引っ張られすぎない方がいいですね。 あ、まあ、確かに、あんまりね、寿司とか今魚系に引っ張られてるけど、ちょっとそこから一回脳みそを切り離して考えるのもありです、ね、あ、分かった、ネタね、うん、ネタね、ネタ、
ネタ、ネタってちょっと覚えておく。それが最大のヒントね、今。あとコメント今来た、事前事業、うん、事前事業何事前事業って自分でやるってこと？あの、いいこと知ってるやつです、ね、いいこと？いいこと、世の中にとってボランティアとかそういうこと、まあ、近いですね。でも事前事業、まあ間違ってない、まあ、うん、人によっては助けられることがあります。そうですね、別にそんなお金儲けのっていうわけじゃなくて、優しい、いいことをね、世の中が良くなってきます。世の中、なんだろう、わからないな、まだ。でも結構いいヒントは出揃ってる。本当に、はい、これこれこれ、はい、幽霊とかお化けは信じる？ちょっと離れましたね。離れた。まあドッキリとか結構やられてるけど、まあ、まだ信じてます。そのああいうことがあって信じます信じます、やっぱり。信じてる、うん、信じてる。あの、僕は信じてるんですけど、うん、あの、結構その信じるか信じないか大、うん、ネタに大事かもしれないですね。あ、確かに。そう、だからやっぱりそういう超常現象とかを信じるか信じないかは、やっぱこの自分の仕事のネタに関しては結構なんかありますよね。ありますね。でも待って、これ釣るって釣り竿が必要なんでしょ？無人島だったら、無人島だったら、ね、無人島だったら、まあ、なきゃ釣れないから。魚がでもめっちゃ出てる。魚と、魚がないとまずね、うん、あの、こうならないから、こうならない、元気にならない。あ、そうです、そうです。あ、コメント今来てて、ネタが大事で金田さんの仕事にも関係してたりするよって。え、私の仕事にも関係してんの？割といいコメントですね、これはね、いいヒント。ネタが大事で私の仕事にも関係してる、うんうん、まあしてますよね。してますね。してますよね。してます。はいはい、してるの。してます。うん、え、それ声優の仕事ですか？うーん、はい、どうぞ。はい、ちょっと引こう。はい。いや、いいヒント出てきてるな。なんなんだろう、はいはいはい。好きな水族館。なんか魚が多いよね。引きがいい、引きがいい。いいの。これはいいんですか？いいヒント。いや、まあまあいいヒントじゃない。なんか好きな水族館あります？推しの水族館。あ、でも私あれがな、やっぱりチュラさん運送館。ああ、運送館。運送館で、チュラさんの。チュラさん、チュラ海。チュラ海か、チュラ海か。チュラさん。連続ドラマ混ざりました。そう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 。僕はあれですよ、八景島シーパラダイス。あ、そういいですね。でも、横浜ずっとそうだったんで、これ知ってもあのヒントにならない。じゃあもう次行こう、次行こう。あ、でもね、次もうコーナー、次、そう、これで終わりです。でももうね、結構あと2枚ぐらいしかないんで、ほんと割とすごいいいペースでヒントを出したと思いますんで、いいです、じゃあこっちと。あ、そっか、アブダビさんもここまででしたっけ？え、ちょっとロサンゼルスに。また帰っちゃうの？飛行機の時間が結構あるんで。早かった。失礼します。今までの中で一番のヒントはネタ？ネタ、ネタがいい、ネタです。ネタが一番いいですね。ネタいいですね。ネタがいい。じゃあすみません、またあの来月ぐらい。ありがとう、よろしくお願いします。例のあれで、気をつけて、はい、失礼します。船酔いしないように。トランプ大統領によろしくお願いします。そうか、はい、トランプさんね、はい、トランプさん、はい。さあ、というわけでね、うん、まあ、いろんな話をしてきたじゃないですか。全然わかんない。まあ、整理していただいても大丈夫なんですけど、うん、まあ、結構確信をつくヒントもいくつかありました。全然ネタ、ちょっとうってなる、僕がやばってなるようなヒントもありました。はい、はい。で、まあここからもまたゲームを続けてやっていくんですけど、また金田さん次のゲームに、うん、次はもう勝負になるんですよ。勝負に、勝負、僕との勝負です。分かった。で、それに、見事に勝てば、うん、重要なヒントが1個だけ与えられます。わかりました、はい、このゲームの、うん、なのでかなり重要なヒントが与えられるので、頑張りましょうということで、はい、最初のゲームなんですけど、うん、お絵描き対決です。もう絵描きか、はい、あんまりお絵描き好きじゃないんですよね。え、好きじゃないんですか？苦手。なんかでも娘さんに描いてあげたりとかないんですか？結構そういうの。いや、アンパンマンだけようやく描けるようになったけど、もともと絵はそんな得意じゃない。得意じゃないんですね、うん、アンパンマンでもうまく描けるようになったということで、うん、こちらスケッチブックを用意しましたのでお渡しします、はい、で、コピック置く場所がねんだよ、この机。どうしよっか。ここに置きます、うん、どうしよう。ちょっと待ってくださいね、うん、なんだろう、絵得意。何も言えない。何も言えない。まあ、でもあれですよ。絵はまあ別に描けます、普通に。描ける。うん、描けなくはない、うん。苦手ではないかもしれないですよねっていう感じ。はい。というわけでですね、うん、これ何描くんですか？何描くの？はい。何描くんでしたっけ？え？コメント。あ、コメント募集するのかこれ。じゃあ皆さん、カナダさんと僕に描いてほしいものを、ね、今からコメントで募集しますので、はい、言ってください。俺がなんか目に入ったものにします、うん、待ってます。なんかヒントないんですか他に？ね、今コメント見てます。これコーンもヒントなの？ヒントです。これ何に使うんだろうな。ね、他のコメント、あ、嫁が可愛いってある、嬉しい。あ、そう、はい、ことえ、何が可愛いの？奥さんが可愛いって。あ、奥さんが良かったじゃないですか。嬉しい。これヒント、ただ俺が嬉しいが読んだだけ。あ、そうそう。あとね、ヒント、宅配便。宅配便？ヒント？アマゾンの欲しいものリスト。え、うん、スターバックスの高い椅子。手を使う。手を使う、うん、っていうようなコメントが来てますね。何、スターバックス高いっす。あ、当たればでかい仕事。当たればでかい仕事。このコメント良くないですか？
なかなかいいネタで、うん、さあ、ヒントきました、うん、あ、ヒントじゃない、ごめん、イラストです。イラスト、何？犬、犬いいですか、犬。犬？じゃあ犬描きます。種類は何でもいいですよね。犬、はい、分かった。あ、じゃあプードル描いてもらいます。プードル、プードル分かりますよ。なんとなくぼやっとしてる、トイプードル、ちっちゃいなんかあの可愛い、うん、モコモコしたやつを、モコモコしたやつ、じゃあ描いていきます。で、勝敗はコメントの人に、どっちが勝ったかって判定してもらいますので、よろしくお願いします。お願いします、はい、プードル。ちなみに描いてる途中に僕に質問をしたりしても全然大丈夫ですよ。そうですか、プードルね、はい、プードルは関係あるの？まあなくはないですね。やっぱりあのこれ見てくれてる人って僕のことを知ってる人なんで、うん、なんとなく僕に結びつけたやっぱり案を出してくるんですよ。あ、そうなんだ。だから別にプードルも関係はあります。関係ある。あとね、他にもスターバックスって言ってもいいし、玉ねぎ、卵、玉ねぎ、卵、熊、犬、セフィロス、うん、まあいろいろあるな。それも職業に関係あるんですか？言ってしまえばあります。なんだ、割とね、僕の仕事って本当にいろんなものがヒントになる仕事なんで。なんだろう、いろんなものがなります。あ、それも仕事になるんだっていうのは、だから割とさっきコメントにもあったけど、金田さんの仕事と似てるというか、関係がある仕事ではありますよね。そうなんだ、うん、なんだろうな。さあ、まだまだでも番組の時間ありますんでね、もう半分ぐらい来ましたけど、ちょっと待って、まだわかんないまあこれまでにもう正解を言ってる可能性もあるんで。え、その場合は言ってる可能性ってあるんですか？まあ、もちろんあの一応正解は最後に言うんで、最後に言った正解がもしかしたらもう今まであれ私言ったってなってたら、もう見事にプレゼントを持ち帰りというそうなんだ、はい、感じになります。どうしよう。さあ、どうでしょうか、書けましたでしょうか？ちょっと待って。あ、いいですよ、全然ゆっくりで。え、もう書けたの？そんな早く書けるもの？いや、僕はもうちょっとかな。別に絵が上手いわけじゃないんで。絵が上手いわけじゃない。まあ絵は上手くないですよ、正直言って。ただ別に苦手ではない、書けなくはないってことですね。そうなんだ、うん、難しいよね。結構コメント来てるな。ババア、ババアの顔、うん、ババアの顔、うん、何ですか、ババアの顔って何ですか？ヒントですか？これはね、知ってる人にからすればヒント。でもこれ何も僕のこと知らない人からすると何言ってるか分かんないかもしれないですね。難しい。え、プードルってどんなんだっけ？チンチンとかするやつですよね。それワンちゃんみんなする、それだ。そうですよね、うん、ちっちゃい感じ。トイプードルはちっちゃいですね。あのなんかモコモコした白い感じの、白くない子もいるけど。いきますか、じゃあ見せましょうか。いきます、はい、きます。じゃあカメラに向かっていきます。せーの、せーの、じゃん、はい、ちょっとチンチンしてる犬なんですけど。チンチンしてる犬なんですかこれ？そうそう、なんかもうどうしたのどうしちゃった。いや、耳が、うまいな。え、どこが耳、どこが耳ですか？これこれこれ、プードルってなんか耳垂れてますよ。これが耳ですか？これ耳で、チンチンこうしてるっていう、はいはい、え、これ下は、下は口ですかこれ？これね、鼻。もうなんかポケモンとかにいそうなのが。そうですよ。穴、穴、穴、鼻、鼻、鼻、豚、豚みたいな、なんて。そう、だから鼻で、はいはい、鼻にて、はい、チンチンして、あ、じゃあ僕のこれはこれです。はい、どうぞ。え、うまプードル。プードルってこういうやつだっけ？そうですよ、後で写真見せますよ、僕買ってるんで。でも耳合ってますよね、ほら。それが耳だとしたら、まあ割と短めではあるけど合ってるかもしれない。え、ちょっと、はい、待って、ちょっと待って、これ、はい、でもさ、はい、これあ、そうか、決めなきゃ。コメントの皆さんにこれ勝敗を決めてもらいますからね。え、これ、はい、でもこういうプードルもいるかもしれないから。いや、そういうプードルがいたらね、あの世界丸見とか出れるえ、でも、うん、でもチンチンしてるプードル、チンチンしてるプードル、うん、チンチンしてるプードルと、チンチンしてないプードル、そうそうそう、はい、そうです。え、皆さん、じゃあちょっとどちらがいいか、いいか、はい、はい、じゃあ一回これを見てもらって、コメントでちょっと見ていきましょうかね。ちょっと待って、勝ちたい。さあ、皆さんコメントで、はい、金田さんのプードルと、僕のプードルどっちがいいかをちょっとコメントしてください。だからヒントもないんだもんね、勝ったらね。もらえる、もらえますよ、めちゃくちゃ。だからもうコメント今から見て、まあ名前が多い方をちょっと、ね、はい、やってみます。お願いします。はい、お願いします。お願いします。皆さんどっちがいいかコメントしてください。はい。ちょっと今これ落語があるんでちょっと待ってくださいね。うん、分かった。はい、いや、私の方が高度なやつ選んでんだから。簡単な高度な技ですよね。そうだよ、チンチンしてるプードルは。さあ、皆さんコメントでね、金田さんか僕かどっちか、言ってください、はい。お願いします。高度だからね、私の方が難しいをあえて選んで挑戦してるから。今コメント待ちです。お願いします。八代小豆、金田さん。うん、ビッグお、金田さん。あれ、俺の勝ち。え、なんで？どっちだ？待って待って待って。本当？もうちょっと、あ、チンチン。チンチンどうしよう。ほら、チンチンして難しい方挑戦してんだから。結構今ゴブゴブだなこれ。お願いします。してない方だな、金田さん。あ、金田さん多いぞ。やったー。金田さん、プードル。あ、でも僕カラコンプードル。金田さん、プードル。ほら、これどっちですか？ちょっとコメント見て誰か決めてくれ。結構ね。やったー。してんだ。
はい、というわけで皆さん、勝利のプードルこちらです。はい、金谷さんです。おめでとうございます。プレゼントする。ありがとうございます。プレゼントするんだな、これな。ヒント、はい、ヒントヒント何。じゃあヒントあげますか。うん、お願いします。ね、これどうしようかな。前の仕事、僕の前の仕事。そう、僕割とその今の仕事の前に仕事してるんですよ、うんうん、はい、その仕事を教えます。それは辞めたんですか。辞めて今の仕事になったんです。あ、そうなんだ。じゃあその前の仕事を言いますと、ゲームプランナーです。ゲームプランナー。ゲームプランナーって何かというと、まあ、ゲームあるじゃないですか、うんうん、テレビゲームとかを、うんうん、の企画を考える人。あ、なるほど。難しい仕事だった、ね。まあそうですよね。だから本当、例えるなら、まあ、ドラクエのストーリー考えたりだとか、そういう世界観とか敵とかどういうゲームにするかっていう企画を考えるのがゲームプランナーって言うんですけど。それ今の仕事もちょっと結びついてるんですか。関係なくはないです。関係なくはない。でもジャンルとしては離れてます。離れてるの、はい、でも私の仕事に関わってはいるんですよね、うん、これ以上は言えない。言えないの、はい、いや難しいな。じゃあこちらはどうしましょう。回収ですか。回収、はいはい。でもこれおめでとうございます。ちょっと難しい。まだ今のところまあ限定できない。限定できない。でも割とね、その仕事つながりっていうのはあるんで、うんうん、結構いいヒントかなっていうのは思ってます。はい、はい、というわけで一つの大きなヒントを得ましたけど、次のゲームがあります、はい、次のゲームはですね、この番組見てくれてる人はもう一回経験してるかもしれないですけど、うん、見てるかもしれないですけど、叩いてかぶってじゃんけんポンという名の、うん、あ、知ってる、暴力的なゲームです、うん、はい、やろ、何かと言いますと、ちょっとこっちに出ましょうかね、うん、じゃんけんをして、うん、負けた人が守って、うん、勝った人が叩くっていう感じになって、うん、これは3本勝負ですか。3本勝負、1本勝負、1本勝負、尺の都合で1本勝負です。何ですか。もう一撃必殺です。じゃあどうしよう、どこに置くの。じゃあこれはここに置いといて、うん、でちなみに頭を守るものヘルメットを普通使うんですけど、うん、ヘルメットないのでこの辺から好きなもの選んでください。じゃあこのさ、ここに置くから、そう、強そうなやつ真ん中に。なんかちょっとそっちに近くないですか。そう、やばい、やばいです、やばいです、いいです、いいです、ここでいいか、はい、で何を使います、守る時。私、はい、これじゃあ俺もこれ、あ、大きいやつ、大きい、あ、まあ確かに大きいやつの方が強いかもしれない。強いでしょ。でもね、あれですよ、あの使い、ま、小回りが効くちっちゃいのも強いかもしれないです。あ、そっか、そう、そこはうまく考えた方が。でも俺は大きいのにします。あ、でもこれの方がいいかな。でも大きいのじゃ、確かに。いや、じゃあ俺も大きいのじゃ。待って、じゃあ私ちっちゃいのするわ。 OK ですか。とにかく戦いなきゃいいんでしょ。そうです、守り続ければいいです。守り続ければいいんだもんね。でも一回勝負だからね。最初はグーから始まって、じゃんけんポンの後にもずっとじゃんけんポン、じゃんけんポンでいきます。分かった、いいですか。いきますよ。最初はグー、じゃんけんポン、あいこでしょ。じゃんけんぽん、あ、そうか、じゃんけんぽん、じゃんけんぽんでしょ。じゃんけんぽん、あいこでしょ。あれ、俺弱いな。じゃんけんぽん、あれ弱いな、俺。じゃんけんぽん、あいこでしょ。え、弱いな、俺。じゃんけんぽん、よし。あ、危ない。じゃんけんぽん、ぺんぽん、あいこでしょ。じゃんけんぽん、反射神経、じゃんけんぽん。じゃんけんぽん、あいこでしょ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 、やったー、やったー、イエーイ、すごくない、私いい勝負だったよね。今ちなみにマジで負けました。あの、やったー、カラコンに結構手が突っかかってうまく取れなかった。だからやっぱそこが大きいの選んだ、失敗だったじゃないですか。いや、間違いない、ね、ちっちゃいのやりましたよね。ちっちゃいのね、やっぱやりやすかった。いや、ヒントくれてよかったよ。私も大きいのだったら多分ダメだった。これピッカーとか、これ確かに大きいの結構引っかかるんで、ここに引っかかって全部落ちちゃったもん。危ない危ない危ない。というわけで敗北しました。ヒントヒント。じゃあ今回のヒントなんですけど、僕の仕事に結構関係ある、うん、かなり革新的なものになります。うん、いいですか、うん。常に何かを握りながらやんなきゃいけないことです。常に何か。結構これいいヒントですよね。何かを握りながら。右手に。常に何かを握ってなきゃいけない仕事、仕事中は。え、仕事中は、はい、なんだろう、仕事中は何かを握る、握ります。この中にあります。あります。あこの握り、え、もう全てが分かったみたいな声出したけど、なんかもう地球の宇宙の誕生の仕方をなんか知った人のリアクション。これ握る、すげえ、じゃんけん弱いってめっちゃ言われてる。俺ももう弱かった。私もじゃんけん弱いんだけど。俺今回弱かったですね。すごい弱かった。いや、私はこれ頑張るっていう直感が働いたんだよ、うん、え、さあ、というわけでそのヒントも覚えてくださいね。覚えてください。いいですか、覚えてました、うん、はい、というわけで最後の戦いになります。よし、これで、はい、なんか最後が一番やっぱり、そう、最後重要ですよ、重要だって。で、最後のゲームなんですけど、この番組じゃ初めてなんですけど、ちなみに
これ最後のヒント、うん、大サービスです。へえ、もしこれに勝ったら僕の自宅の写真が見れます。自宅って結構なヒントですよ。ヒントだね。だからこれ絶対勝った方がいいです。分かった、よろしくお願いします。じゃあ最後の勝負はこれなんていうか、あ、グラグラゲーム、グラグラゲーム対決です、うん、よし、はい、お願いします。というわけで持ってきてください。よし、これどこでやるんですか。これ、見えます、これでカメラ。じゃあこれさ、じゃあこれでこう手前、手前、お、これ見えますかね。で、このゲームなんですけど、見えます。これ怖い。これちょっとどけるか、一回これどけますね、これね、どけようか、はい。で、グラグラゲーム対決、これ知らない人に言うと、うんうん、知ってますか、グラグラゲーム。私知ってる。よかった。この人形をね、ここに一人ずつ置いてって、うん、多分倒れたら負けなんですね。そうだよね。というわけで、じゃあ先行後攻決めますか、じゃんけんで。最初はグー、じゃんけん、ポイ。はい、これじゃん。あ、よっしゃ。俺がじゃんけん弱い。え、これどうなの。俺がじゃんけんより何なんだ。これ先行の方がいいんじゃない。わかんない。でもダメですよ、もう。じゃあ先行で。先行、あ、そっか、どっちを決めるか。どっちでもいいですよ。あ、そっか。はい、どっちがいいんだ、高校、どっちがいいのかちょっと聞いて。あ、じゃあ、コメントの皆さん、どっちの方が有利、グラグラゲームの先行高校どっちの方がいいか、うん、いいか、うん、はい、どっちどっち、ほらみんなの方がコメントにね、ラグが、あ、じゃあちょっとコメント拾いますね、うん、ヒントないのその中に。今ねコメントでヒントを探してるんですけど、俺がじゃんけんは弱いとしかみんな言ってないから。あ、そうね、じゃんけんでもそのおかげで勝てたから。あ、きなこって言ってる。きなこ、うん、きなこ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 ってみんな言ってるな。なに、きなこがヒントなの。きなこなんだろうな、きなこ、ゆゆた、うん、なんだろうな、きなこ、きなこってあのきなこでしょ。あのきなこじゃないの。それどのきなこかちょっとあんまり言えないかな。え、どのきなこ、え、きなこって一個じゃないの。いや、それはちょっと言えない。割とこれヒントなんで、きなこ、はい、な、なこき、き、ここ、な、なんだろうな、うん、きなこ、きなこ、え、きなこつけながら、いや、まあね、きなこつけてるし、あとまあ本当にでも手に持つものっていうのはこの中にマジであります。本当、手に持って割と書いたりする、うん、手に持って書いたりする。そう、じゃあ鉛筆持つの。鉛筆とかペン系、ペン系を常に持ってなきゃいけない、結構な人ですよねこれね、かもしれないものです。じゃあ書くんでしょ、なんか書くかもしれないですね。行く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 、じゃあ、じゃあ、はい、今ねちょっと、じゃあどっちの方がいいの、どっち、ここ、あ、じゃあ高校つます、高校でお願いします。はい、先行、じゃあ先行いきますね、うん、はい、じゃあ僕からいきますね、これ、うん、行きます。怖い怖い怖い、これで、いや怖い、これ割と置き方危ない、俺これこのゲーム素人なんだけど、私も知らない、どこに置いたら、みんな上から置いたらやばいやつとか、え、これ下に置いてもいいですか。いや、もちろんこの全部のやつに置いていい。あ、そう、あ、下の皿はダメなんですよね、はい、下の皿ダメ、え、なんでもいいの、怖い怖い怖い、割となんか危ないな、危ない、ここで終わらせるわけにいかないんで、ちょっと待って、終わらせてもいいよ。あ、やばい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 、待て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 、俺こうやって手触れちゃうんだよね、怖い怖い怖い、 OK です、やだ怖い、どうしよう、ちょっと、そう、お、あ、怖い怖い怖い、ちなみに今コメントでヒントがあって、なになに、期日がある、期日がある、期日がある、今の声で倒れるかと思った、これそうか、私大きな声出そうかな、うやってる時、マジで、うん、え、怖い怖い怖い、あー、よっしゃ、これダメなの、すごい、ダメなの、ね、ダメ、嘘やろ、今の声、声結構関係あるよ今の、いや、いやでもほら、私の武器だから、負けました、やったー、絶対ある声でしょ、マジで星のカービィかよ、本当にガラス割ろうかと思ってるぐらいだから、この声で挑戦しようと思って、強いな、声対決したいな、よし、高い声対決したいわ、いや、ちょっと待って、期日がある、ペン、 えちょっと待って、期日がある、ペン、え、思い浮かんだやつ言っていいですよ、どんどん、え、だから、うん、なんか書く、なんか、そこの作者みたいな、うん、まだわかんない、まだわかんない、作者、なんかの作者だから、なんだろう、作家、作家、作家か、作家、作家でも、え、違う、作家じゃん、え、なに、作家じゃないの、作家って結構いろいろな種類がある、そっか、うん、なんだろう、作家、書く人何あった、作家で、小説家、小説家、小説家とか、でも待って、え、私が関係あるんでしょ、だから本書く人、本書く人、なんていうの、本書く人、作家でしょ、あとなんで、まあ作家の中のジャンルですよね、ジャンル、 どんなものを書くかとかでね、結構ね、なんだろう、でも確かにその声優業と関係あるかないかっていうと、ある、はぁ、あ、うん、待って、ちょっとヒント見たらもっとわかる、んヒント見たらもっとわかる、ヒント見たら、あ、うん、これからのヒントですね、うん、じゃあもう出しますね、ヒント、もうそしたらわかる、いいすか、でさ、書く人、でも絶対書く人、何書く人、期日あってこれ持つ、
ってたもん。あ、でもきなこがわからない。何きなこ。きなこはね、あんまり関係してない。関係ない。いやいや、もうきなこは忘れていいです。どこでも、はい、だからあと広いところどこでもできる。広いところはあんまり関係ない、ねね、関係ない。え、何何これ私これ、ヒント、何タイトルは習慣って、ヒント、ヒント、これヒント、そうかそうか、ヒントが、そういうことか。えっ、ー、と今ね、あのディレクターの人がカンペ出したんですけど、この番組のタイトル、ヒントです。習慣がヒント。いいヒントですね。習慣文春。あ、違う違う違う、いや僕友達文春くれたことあるけど、習慣はい。でもさ、あとさっきの対決とか思い出してください。え、さっきの対決って何？さっき僕ら何回か対決したじゃないですか。うん。このヒントで今って、さっきの対決忘れてるのっていうヒントがありました。さっきの対決ってゲーム。いや、習慣、え、あ、習慣ゲーム？習慣ゲーム？習慣ゲームってやつ？いや、もうね、あれです。対決です、対決。どんな戦いをしたか。どんな戦い？さっき何回かバトルしたじゃないですか、うん、僕らと。うん。その対決を思い出してください。中間じゃんけん。いや、他。中間。ジョンケンしました。何をやりました、僕とカイナさん、さっきバトル、バトルで何をした。これこれ、他他、叩くやつ、はい、他、あ、あとなんだっけ、最初、絵、うん、絵、絵を描いた習慣、絵を描く習慣絵を描く習慣、習慣、え、待って、習慣、え、習慣、習慣、みんな助けてあげてるな、結構、はい、え、習慣、じゃ、じゃん、じゃん、え、習慣、もしかして、あ、でもコメントでもうたどり着くって言ってる。習慣って、あれ、習慣、週刊ジャンプ？え、違うの？週刊ジャンプとかでしょ？週刊ジャンプはなんだ？なんだろうな。漫画？え、漫画？今隣から声聞こえない、声聞こえてるもん。漫画？漫画か？漫画か？漫画かですか？いや、あのそれはまだ言えないんですけど。まだ言えない？さあ、でも週刊、週刊どこ、ゲーム、ゲームだったよ。みんなもうコメント頑張れ頑張れ頑張れ、はい、頑張れとか、今の声どっからした、音割れしたとかじゃないですか。そうだね、もう習慣じゃ、じゃ、じゃ、習慣でしょ。じゃ、漫画、習慣漫画、習慣漫画、習慣、習慣漫画、習慣漫画、習慣、習慣漫画、え、違う、待って、同じことしか言ってないんだよ。まだ出てないの、答え出てない。いや、あれ出ても言えないんで。あ、言えない。さあ、あ、最後言わない。ほら、あれだよ、ヒント出さないと。あ、そうだ、ヒント、あのこれからヒントで僕の家の写真が出てくるんで、ちょっと待って、それで全て決まります。決まる、え、何、え、これ僕の家です。え、ちょっと、これこれわかる。え、何これ、これがいっぱいある。え、なんだろう。まあでも今までで言った中で答え出てたら正解なんで、あの、うん、うん、だからいろんな、いろんな職業行った方がいい、あるでしょね。だから、だから漫画がある、漫画家、漫画家、漫画家、あとなんでこれ、漫画があるから漫画家という、あの思考は面白い。これ何、これなんだ。これはだから、あのよく街中とかで見ると思うんですけど、コーンでしょ。コーンですね。これのだから、ほら、これの大きいバージョンですよね。うん、はい、なんだろう、これ何に使うんだ。え、なんでこんなのが家にあんだ。なんであんの、これがわからない。真っ当な、真っ当な意見ですよね、今のね。なんであんの、はい、何、え、仕事に使うんでしょ。でもだからあるんだよね。まあまあまあ、え、なんだろう、なんだろう、え、魚の漫画を描いてる人、合ってる、だいぶ狭くいったな。違う違う、でも、ま、漫画、漫画、漫画家は違うの。あ、でもこれが最大のヒントですよね。はい、というわけでエンディングです。ええ、でも今のまで言った中で答えが出てれば勝利です。プレゼントもらえますよね、うん、はい、出てる、私出てるかどうかを今から発表いたします。はい、お願いします。お願いします。さあ、というわけでですね、そろそろエンディングの時間になってしまったんですけど、あ、早かったね。ね、1時間どうでしたか。もうあっという間だった。あっという間でしたね。楽しかった。本当楽しい。 ありがとうございます、うん、お絵かきもしたし、ゲームもしたしね、盛りだくさんで、盛りだくさんで、まあ僕の最後に僕の初級が当たってればもう満面の笑みで帰れるんですよね。はい、さあ、娘さんが喜ぶプレゼントを持って帰れるのかということで、招待教えていいですか。じゃあ言います。さあ、まあ、ちょっとコメント見とろ。あ、確かにこの写真で分かるわけないって人多い。まあな。というわけで、じゃあ僕の職業、はい、お願いします。お答えします、はい、漫画家です。あ、やったー、みんな、はい、みんな拍手で、おむ、みんなやったー、イエーイ、イエーイ、さあ、というわけですね。これ何だったんですか。ね、これは僕の家に無限に届くものです。なんで、はい、ね、Amazon の欲しいものリストってあるじゃないですか、はい、あれに僕昔 PS4 とか入れたんですよ、あの欲しいから、うんうん、で、その中になんか高いものばっかりと嫌がられると思って、いらないものも入れようと思ってこれ入れたんですよ、200円ぐらいの、そしたら俺のファンがこれしか作れなかった。そういうことか。で、家にめっちゃ送られてきて、さっきみたいな。なるほど。いや、でも、
いやでも本当に全部のゲームでたどり着いた答えって感じだった、はい、まあある種そうですよね、うん、結構だから最後の絵だけじゃ分かんなかった。いやあれで分かったら天才ですけど。そうだよね。それやった、嬉しい、ありがとうございます。というわけで金田さんにプレゼント持ってきましたので。なになに、イエ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 イ。これあの噛むかもしれない、気をつけて。噛む、やだ、なに噛むの。なんだろう、これ大丈夫ですか。今 眠ってる、眠ってんの、眠ってます、眠ってます、眠ってる。これもっと本当に気をつけてください。あのお腹の部分だけ持って。何お腹、はい、ここだけ持ってください。いや、なになに、お腹だけ、お腹だけ持ってください。お腹だけ、お腹さんで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 暴れるんで、はい、これでお願いします。はい、大丈夫です。大丈夫、はい、はい、怖い怖い。これ開けてもらっていいんですか。開けてあげてください。開けてあげてください。わかりました。え、これ噛まないですよね。え、液とか飛ばしてこない。あ、大丈夫です。液、何、何、何、ちょっと口こっちに。どうしてこっちにやるの、逆に怖いわ。何何何何、え、これ開けるときって慎重にやった方がいいですか。え、慎重にやった方がいい、素早くやった方がいい。素早くしないとやばいですよ。何何何何、うん、何、いきます、いきます、せーの。え、見えない、どうぞ中手入れて出していいですか、これ中身。え、何何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 、え、いや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 、ごめんなさい、ごめんなさい、ゆっくりゆっくり開けてください。あ、え、あ、かわいい、かわいい、生きてるもんじゃん。あ、かわいい。というわけでこれがプレゼントなんですか、これ。ヤギ、ヤギ、ヤギ、え、あ、ハイジのヤギがこれ。ハイジがお好きなんですよね、だってね。これ箱の中は何が入ってるんですか、これ。マグカップ、あ、ありがとうございます。マグカップとハイジのヤギです。はい、これ本当にあの当てれなかったらもらえなかったやつなんで、マジで俺らは渡そうとしなかったです、これを。よかった。というわけでこちらプレゼントになります。はい、おめでとうございます。ゆきちゃん、ゆきちゃん、でこれ娘さんにもね。そうだよ、これゆきちゃんかわいい。そう、これマグカップもお家で使ってください、ぜひとも。はい、嬉しい、ありがとう。よかった、黒が立った。黒が立った。やった、嬉しい、ありがとうございます。いやというわけでですね、ゆきちゃんと帰ります。素晴らしい番組をね、終わりを迎えて、よかった、勝利して終わったというわけなんですけどね、うん、幸せ、はい、というわけで来週ですね、はい、来週は、女優の松本まりかさんが遊びに来てくれます、はい、ということでね、はい、女優さんが来てくれるということで、また緊張しますが。なんで私だけ緊張しないの。しました、しました、しました。本当に全然しました。したした。じゃあまた来るから。あ、本当に、また呼んでいいですか。うん、全然、また来るよ。シーズン3、はい、うん、あ、コメント読んで、はい、はい、でコメントの方もリアクション芸人って言われてますね。いやでも本当になんか反応が好きだっていう、もうリアクションってか、よかった、やりやすいんですよ。ありがとう、はい、だからもうぜひともぜひまた呼ばせてください、本当に。ゆきちゃん、ゆきちゃん、三角コーン、あ、もうおめでとうというコメントでもう本当に溢れてて、はい、でもみんな結構いいコメントのヒント出してくれたんで、うん、すごい、結構これは視聴者の人にもね、に、感謝するべきかもしれない。みんなで通った、うん、ゆきちゃんだから。あ、ほら、うん、漫画家って言った瞬間もみんなおーっていうコメントがもうすごい、はい、すごいですよこれ。いやでも本当にペンとかね、うん、なんか良かったよ ね、まあ、ね、あと手をずっと使うとか、うん、そう、手を使うとかね、いう仕事になってます。よかった、嬉しい、ありがとうございます。はい、皆さん本当ありがとうございますという感じで、はい、今回のプレゼント、うん、まだ言ってなかったんでプレゼントの方をお伝えします。はい、さあまず、今回のプレゼントは、うん、まあ、サイン入りの三角コーンですね、うん、これはよくあるやつなんですけど、うん、サイン入りの三角コーンプラス、うん、先ほど僕と金田さんがそう、うん、描いた絵をプレゼントします。これもみんな選んでくれたから、サイン描いてもらった方がいいんじゃないですか。そうだね、三角、これ僕の 絵もそうなんですか、きなこも。ねー、じゃあ二人が描いたね、絵の、うん、はい、出ます。ここにこの辺に描けばいいの。はい、自由に描いてください。じゃあオレンジにしよう。じゃあこれにサインを描いて、よしよし。でもサインでも気づきましたもんね、最初あのサインがある、そう、サインがある、ファンがいるぞこいつみたいなリアクションしてたんで、 それも正解、やったー。よし、じゃあサイン、じゃあこれ僕が描いたきなこの、画像ですね、きなこのイラストか、こちらもプレゼントします。これね、あ、これね、僕の飼い犬の名前きなこなんですよ。きなこなんだ。だからそのきなこも、でもヒントなんもなんねんけど、そうか、だからきなこって言ってたんだ。きなこです。よし、さあ、そして、あ、サインが可愛らしい、すごい、これです。なんかもうサインが上手くないですか、はい、見てください。待って待って、サインの画力高いのに、いや違うんですよ、これは私が、はい、18センチの時に、はい、気に入ってた蜂の赤い靴の絵なの、はい、うん、それで靴の絵、はい、そう、私はもう18センチ、はい、そうで18センチから絶対大きくならないって決めたのに、はい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 、崖から飛び降りた時にうんこ踏んじゃって親に泣く泣く捨てられたんですよ。洗ってもこれがうんこ踏んじゃったのね。そう、はいはいはい、洗っても匂いが取れないから捨てなさいって言われて、まで崖から飛び降りた、なんで飛び降りたの、崖からなんか遊んでて下にうんこがあったんですか。そう、うんこがあったの。ギャグ漫画じゃん、もう。そう、それで、はい、泣く泣く捨てて、はい、
だからもうこれは私の形見なんですよ。そのだからこれだけはうまく描けるの。俺も崖から飛び降りてうんこ踏みてえわ。だってこれ同じ人が描いたと思います。これだけはめっちゃ何回も練習したから上手なんだ。アンパンマンも上手に描ける。練習したら、練習したらこうなるんですね。練習しなかったらこうなる。そう、わかんないから。プードル。わかりました。というわけでこのね、崖から飛び降りてうんこ踏んだやつが、と、僕のねきなこちゃんがプレゼントされますということで、応募方法なんですけども、週刊、ハッシュタグ週刊やしろあずきとつけてツイートするだけです。はい。それだけで、応募できますので、皆さんぜひよろしくお願いします。お願いします。はい。というわけでですね、いや本当またぜひ来てください、呼びますんで、はい、またクイズ出しますんで、ありがとうございます。豪華プレゼントも用意します。あ、本当に、はい、やったー。ぜひとも。というわけで皆さん、はい、本当に視聴ありがとうございました。改めまして金田さんありがとうございました。ありがとうございます。みんなバイバーイ。